西成へおいだす。お水田京都、むちゃくちゃ寒い西成にいるんだけど、この寒い時はね、あったまるもんが食べたいということで、これから西成で美味しい鍋を食べていきたいと思います。それじゃあ今から早速鍋をつついてお酒をいただいていきたいと思います。それでは行ってくるぜ。コンコンコン、トリップ、したよ。立ち飲みグルメさんでね、これから温かいもんを寒いいただいていきたいと思います。ここは焼き鳥がむちゃくちゃうまいですけどね。あ、こんにちは。いいんですか、グルメさん。行ってきます。いただきます。生ビールいただきます。早く鍋が食いたい。寒くてもビールは最強にうまい。ここはほんまに旅館チックな感じで、これで鍋を作ってくれる、はい、もう寒い時に最高ですよね。2杯目ウーロンハイ350円です。いただきます。ホタルイカ、これ380円、安ないですか。いっぱい並んでるよこれ。今日は海鮮で攻めたいと思います。ありがとう、ありがとう、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。どれから食べてあげようかなっていう感じなんやけど、この子から食べます、これ。基本の人間好きなの？うまそう。じゃあ、いただきます。ホタルイカ。ここはもう西成最強の居酒屋ですよ。もう鍋もあるし、焼き鳥もあるし、海鮮もあるし、めっちゃうまいじゃん。中の味噌と外からつける味噌が口の中で混じり合ってめちゃくちゃうまいです。来たよ、本日のメイン、牡蠣鍋。牡蠣鍋っすよこれ。やばいこれ、牡蠣いっぱい入ってるわこれ。いっぱい入ってる。もうちょっと沸騰させてから食べます。プリプリの牡蠣が5個ぐらい入ってるわ。うまそう。我慢できないわ。焼酎湯割り330円、いただきます。無理、寒すぎる。言われたら、あ、こ
これが一番うまいわ、これが一番うまいわ言われ始めたらこれにしといてよかった。うつうつと吹いてきましたよ。これこうやってね炊きながら食べれるのがいいですよね。かき鍋ですよこれ。それじゃあプリプリのかきをいただきます。まだいただきます。すごいかき飛び込めるかき飛び込めないんだよ。僕らもじゃあやっぱりまあ、それはシップやから一人だから各国はやばいよ。次の柿の出汁でめちゃくちゃ美味しいですこれ。なんかね三重県の旅館に来たような感じですねこれ。三重県の旅館柿鍋。花柄の やばいなこれ。プリプリの柿と野菜の味が染みてめちゃくちゃうまいです。あ、ここで味変です。一味唐辛子。一味唐辛子。うまそう。んでこの柿やね、柿これ。うまそう。マジでうまい。入った見事に入りましたけど、このプリンプリンの柿ですよこれ。いただきます。見てくださいこれ、ほんまに柿の出汁がむちゃくちゃ染みてる。ほんまに白くなってきてる。最高にうまいです。まだあった。何万年という話ですね。柿まだあった。締めは水餃子です。380円。うまそう。うわうまそう。これ鍋に入れてもうまいかもしれないけど、今日は単品メニューを入れたんですけど、めちゃくちゃうまそうですこれ。今日は全部あったかメニューです。和風味の鍋からの中華風の餃子スープ。うまい。いただきますよこれ。この餃子うまっ。中のね、あんの味がめちゃめちゃ濃いですよ。濃厚な味付けですごいうまい。すべてがめちゃくちゃ美味しかったです。それプラス温まりました。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、立ち飲み久留米さん行ってきました。以前も寄せていただいたんですけども、今回はむちゃくちゃ寒いということで、鍋をいただいてきました。こ
構鍋メニューが豊富なの知ってたんですけども、今日はその中でも僕の大好物の牡蠣鍋食ってきましたけど、プリンプリン、もう海のクリームっていうんですか、海のバターっていうんですか、もうなんか知らんけど、もう口の中でとろけるプリンプリンの牡蠣が5個ぐらい入ってて、むちゃくちゃ美味しかったです。これはお値打ちですよ。はい、よかったらこの、居酒屋立ち飲みグルメさん、皆さん来ていただきたいと思います。西成最強の料亭です。はい、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。